今回のタイトルはイーロン・マスク氏、暗号通貨についてほとんど考えていないです。ぜひ最後までお付き合いください。 X、ツイッターの最近のスペースイベントでプラットフォームの所有者であるイーロン・マスク氏はアークインベストの CEO でビットコインの熱心な支持者であるキャシー・ウッド氏と金融市場、AI、暗号通貨を含む未来の世界の様々な側面について議論しました。これはマスク氏がビットコインと金融システムについて著名な投資家でありアークインベストの最高経営責任者に語った内容です。ビットコインが金融システムに及ぼす影響についてどう思うかについてのキャシー・ウッド氏の質問に答えて、マスク氏は暗号通貨について考えることに多くの時間を費やしていないし、ほとんど考えていませんと述べました。しかしマスク氏はお金とは実際何なのかについて考えることにかなりの時間を費やしたことを認めました。マスク氏にとってお金はリソースを割り当てるためのデータベースであり、資源配分には法定通貨が適しているとのことです。しかしマスク氏は予測可能な通貨供給量があり、それが過度に膨張したり収縮したりしない場合、それはルールに基づいており、政府がより多くの通貨を生み出す特権を過度に乱用しない限りと付け加えました。2人とも暗号通貨チームの一員。マスク氏は人類における貨幣供給量を低下させようとする避けられない誘惑は金を含むあらゆる形で貨幣が発明された時代にまで遡ると述べました。次に金融システムを情報システムに例え、後者にはノイズがあり、前者にはインフレ、取引時間の多さ、詐欺などが存在するように、金融システムでこれら全てを削減できれば素晴らしいだろうと述べました。マスク氏にとってお金とは一般にネットワーク上を移動する情報です。マスク氏が説明した内容は暗号通貨、特にビットコインについてほぼ説明されています。キャシー・ウッド氏はそのことを指摘し、ここでの彼女の視点はマスク氏の見解と一致しており、この問題に関しては2人とも暗号通貨チームの一員であると考えていると述べました。マスク氏はオリジナルのミーム暗号通貨であるドージコインの有名な支持者です。過去には彼は頻繁にドージを支持し、ドージを国民のお金だと話したり、それに関連するミームを投稿したりしていました。2021年にはマスク氏は SNL の司会者としてデビューし、そこでドージコインについて議論し、ドージへの支持がさらに高まりました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。